はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の動画は、最新のサイレントアップデートによるマップ変化の紹介、そして、ブルータスや TNT な,などといった、スパイ組織のメンバー、マーベルのヒーローや DC コミックのヒーローたちも、対、キューブクイーンのワンタイムイベントに駆けつけてくれるのではないかという考察になります。 前回のアップデートにて、プレザントパークの南にあるバンカー周辺にトラックやショベルカーが現れ、何やら工事が行われていましたが、昨日のサイレントアップデートにて、一気に基地が大きくなりました。 大急ぎで突貫工事を行ったためなのか、杉ぎはぎ感が否めませんが、非常に大きな砦となっており、G ・エンドの予告トレーラー動画にて、キューブクイーンに立ち向かう4人の戦士が映し出されていた場所となっています。そして、この基地において何より気になるのが、この爆弾。 エマージェンシーカラーのオレンジ色、そして大きな弾頭を兼ね備えており、非常に目立っているんですよね。しかし、そもそも現実の先に存在するキューブクイーンには、銃や爆弾などの物理攻撃が効かない可能性が高いため、 これは、キューブクイーンの手下であるキューブモンスターやケアテイカーに使うためのもの、もしくはピラミッドを破壊するためのものと考えることができそうなのですが、それにしては爆弾の数が少なそうです。そこで、この爆弾の数を数えてみると、1、2、3、4、5、6、 爆弾の数は全部で6個なんですよね。フォートナイトの世界において6という数字は特別な数字であり、スチーミースタックスのロゴ、エイリアンの6号星などのキューブに関わることに使われており、あのファウンデーションがゼロポイントを封印するためにフォートナイトのマップ上に作った小さなスパイアの塔も6本存在しています。 もしかすると、そもそもこの爆弾の中には、通常の爆薬のようなものが入っているのではなく、ゼロポイントのエネルギー、次元の裂け目の類の何か特殊なものが入っているのではないでしょうか。この6個の爆弾をマップの6箇所に配置し、同時に爆破することにより、何か想像もできないようなことが起こるのかもしれません。 相手を過去へと吹き飛ばせる近接センサーランチャーと別の現実へと打ち込むことができるフリントノックの投票ではフリントノックが勝っておりキューブクイーンを別の現実へ打ち込むのではないかと考察していましたがもしかするとキューブクイーンを別の現実へ飛ばすためこの爆弾を6箇所に配置し同時に爆破させることによりキューブクイーンを別の次元へと打ち飛ばすのではないでしょうか これは考察というよりも妄想に近くなってしまいましたが、通常の戦い方ではキューブクイーンに勝てる可能性が低いということ。この爆弾の数が6個であるということを合わせて考えると、このような特殊な使い方をする爆弾であると考える方が自然なのかもしれません。そしてこの爆弾、どこかで見たことがありませんか この爆弾、あの t n t なのグライダー、そしてゼロクライシスのイベントにて、ジョーンズを攻撃していた、あの爆弾と非常によく似ているんですよね。細かいところまでよく見てみると、少し作りや形状が違うところがあるのですが、あの t n t なの爆弾とよく似ています。 そしてこの基地にはこのような机が置いてあるんですよね。この机は TNT ナのいたザ・リグの TNT ナの部屋に置かれていた机と全く同じものであり、TNT ナはここで新たな武器の開発、そしてストームに対抗できるサイクロというスキンのパワードスーツなどを作っていました。 また、TN ティナは、セブンと接触しようとしていたジョーンズを攻撃しており、IO の基地である黒塗りの扉の敷地内に、ティナの入り口も登場していたんですよね。さらに、この新しい基地には、IO から運び込まれたと考えられる、IO のマークが刻まれた、たくさんの物資が運び込まれているため、この基地は、IO が作った可能性が非常に高いです。 先日の考察で、この工事現場にて、チャプター1のショベルカーや、世界を救えのトラックが使われていたため、IO が主導で作っているものではなく、現在、キューブ軍団と戦っているチンパンスキーの組織や、チャプター1の黒塗りの組織、世界を救えの組織などが、この基地を作っているのではないかと考察していましたが、IO の TNT なの机、 そして、愛王の武士が大量に運び込まれているところを見ると、ここは愛王の基地と考えて間違いなさそうです。 また、こちらの部屋には、あの、ブルータスの部屋にあった、あのサンドバッグと、全く同じサンドバッグが置かれているんですよね。マイダスをはじめとしたスパイ組織のメンバーが、IO から派遣された組織だということは、これまでの考察で判明しているのですが、今回、このブルータスも登場するのでしょうかもしかすると、t n t ナやブルータスだけではなく、マイダスやスカイ、ニャッスルなども登場してくれるのかもしれません。 一応、公式のツイッターにて、ゴーストとシャドウ全員で力を合わせて、島を守りきるのだとツイートされていました。 これがゴーストやシャドウのスパイ組織もワンタイムイベントに登場するということの伏線であるのなら嬉しいのですがどうもワンタイムイベントに向けてチャプター2のシーズン1からの振り返りのツイートを毎日一つずつツイートしているだけのようですのでこのツイートがマイダスラが登場するという伏線の可能性は高くはないと思うのですがここに TNT なの爆弾、ブルータスのサンドバッグが登場したことを合わせて考えると、マイダスをはじめとしたゴーストとシャドウのメンバーもキューブクイーンを倒すため、世界を守るために登場してくれる可能性も十分ありそうです。 チャプター2の締めくくりとして、タークやエイトボール、リプリーなどのシーズン1のスキンたち、シーズン2のマイダスラのスパイ組織、シーズン3のジュールズやキット、シーズン4のマーベルのヒーローたち、シーズン5にジョーンズが連れてきた、レクサやコンドル、マンケーキなどのハンター。 シーズン6のラズやタラーナやコッコー、そしてシーズン7のスロー博士に負けてしまったエイリアンたちなどなど各シーズンの主人公的なスキンたちが揃ってワンタイムイベントに登場するのならめちゃくちゃ盛り上がりそうですよね。そして実は今から4日前平和維持諜報機関のシールドの司令官であるニック・フューリーが 突然、フォートナイトの世界にやってきていました。通常、コラボスキンが登場するロード画面には、必ずと言っていいほど、バトルバスが映っており、IO がバトルバスを使って、フォートナイトの世界にコラボスキンを連れてきているような描写があるのですが、なぜか今回、ニックフューリーのロード画面には、バトルバスが映っていません。これは、世界の平和を守る、平和維持諜報機関。 シールドの司令官、ニック・フューリーが、マーベルのヒーローたちから、キューブクイーンとの戦いの知らせを受け、自ら、このフォートナイトの世界にやってきたと考えると、ここにバトルバスが映っていないこととも辻褄が合います。そして、フォートナイトのストーリーを作っているドナルド・マスタード氏は、シーズン8のワンタイムイベントまでに、バットマンとファウンデーションのコラボコミックを読んでおいた方がいいとも言っていました。 もしかするとこれはバットマンなどの DC コミックのヒーローたちが登場するという伏線だったのかもしれません。このキューブクイーンとの戦い、アイオーやチンパンスキーの組織だけではなく、ゴーストやシャドウのスパイ組織のメンバー、マーベルのヒーローたち、そして DC のヒーローたちが勢揃いし、キューブクイーンに立ち向かうという激ツ展開が繰り広げられる可能性も十分にあるのではないでしょうか。 もしね、この考察が当たっていたら、興奮しすぎて鼻血ブーして、吹っ飛んでしまうかもしれません。はい、ということで、今回のマップ変化紹介と考察が面白かったという方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。